グループ部門です。担当の松尾さん、2組の仕上がりはいかがでしょうか？それぞれ持ち味全然違うんですけど、それぞれにベストに、持ってきてますね。いろいろ指導されてるわけで、本気出していろいろディレクションしちゃいましたね。僕は音楽の神様っていうの存在を信じてるんで、より愛された人に自然と決まるんじゃないかなっていうふうに思ってますが。なるほど。グループ部門残り一枠をかけて、番組で結成された2つのグループがここで激突。未来へ向かって、彼女が入って本当にもう新しいグループになってみたんで、いやもうどうよっていう気分ですよ。3人の男女が奇跡の融合 R3。 もともと男性デュオと女性ソロっていう全く違う形態でエントリーしてきた2組を一緒にしたわけですから、すごく今がっしりとね、有機的に一つの生命体みたいになってるんですよね。僕自身が前からこの子たちって3人組でやってたっけって錯覚を覚える瞬間があるぐらいですよ。今回のテーマが情熱がテーマっていうふうに言ったんですけど、松尾さんもリハーサルの時はそれをちゃんと伝わってると言ってくれたんで、ここで落ちるわけにはいかないので、3人で熱を伝えられたらなと、思いを伝えられたらなと思っています。国際派の10代による4人組 Hey World。 4人がいるだけでキラキラがなんかこう舞い散ってるぐらいの、なんかそういう印象を僕は受けるんですよね。4人でいることでそれぞれのこうパーソナリティみたいなのがどう立体的に浮き上がってくるのかってことを常に意識しながらディレクションしてますね。勝ちたいです。もうやだ終わりたくないから勝ち、別れないために頑張りますグルー Hey World vs R3。グループ部門残り一枠、担当審査員松尾清の決断は。さあ、いよいよ運命の時、ジャッジを迎えるわけなんですけれども、はい、ヘイワールドの4人にも登場していただきましょう。どうぞ。それでは運命のジャッジタイムです。グループ部門から残り一つの枠、勝ち取るのはさあどちらでしょうか。担当審査員の松尾さん、発表をお願いします。次のステージに進めるのは、R3。いやーもうファイナルで勝つまでは泣かないって決めてたんですけど、これはさすがに泣けますねいやもう素直にもう嬉しいです。飛び上がるぐらい嬉しいです。おめでとうございます。本当にこの2分半のステージのために本当に命かけてですね、すごくこだわっても3人演奏できたと思いますので、本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。X ファクターがなければ、きっとこの3人で音楽多分できなかったと思いますし、リサとホマレと3人で決勝に行けるっていうのが本当に嬉しいです。必死と結ばれる手。はい、ヘイワールドの皆さん、惜しくも敗れてしまいましたが、今のお気持ちどうですか？悔しいし、なんかこれから先、なんかうちら4人で
東京、青森、沖縄なので、せっかく出会った仲間だったから悲しいこれ決め手っていうのは何だったんでしょうか。お客さんの拍手の量ですね。うん、なるほど。僕それ初めから言ってたんです、うん、もう分かんなくなったらそこで決めちゃうよって言って。だけどまた会えるって僕いろんなオーディションで自分を落とした人とたくさんその後仕事してきてるもん。会えるよ。だから音楽続けてね、みんなね終わりたくなかったし、悔しい。エクスペクトがなかったら誰にも会ってない。エクスペクトにありがたいです。また今度はいつ会えるか分からんし、自分と同じ感じで歌好きっていう人たちで出会えたのがすごい奇跡的、奇跡みたいな感じです